東所沢駅は埼玉県所沢市東所沢5丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM30。所沢市にある唯一の JR の駅である。計画では駅名を新小平や新秋津のように新所沢とする予定であった。しかし、西部新宿線に新所沢駅がすでに設置されていたため、 建設段階での過小であった東所沢がそのまま正式な駅名となった。なお、東所沢駅の名称は以前武蔵野鉄道で使用されていたが、所沢駅の資金で当駅とは全く異なる場所にあった。地下一階の掘割部分に島式ホームに目見温泉を有する。内側のホーム、線路は東所沢電車区への入出庫や当駅発着の列車が使用する。 入出湖線には、複線分の用地があるが、線路は南側にのみ付設されているため、当駅の新座方には片当たり線がある。1階に改札口、コンコース及び出入り口がある。駅長配置の直営駅であり、管理駅として新座駅を管理している。指定席券売機、自動改札機、乗車駅証明書発行機設置。駅本屋の施行は、東急建設が担当した。 始発から6時30分までは駅員無配置となる。この時間帯は、券売機、生産機が停止しており、スイカ等の IC カードを除き、乗車駅証明書による下車駅生産制となる。駅係員が不在のため客からの問い合わせに応じられなかったが、2014年3月2日より、駅遠隔操作システムが導入され、インターホンによる案内が可能となる。駅カラーはピンク。 2020年度の1日平均乗車人員は12,056人である。武蔵野線内26駅中北府中駅に次いで19位。市の中心部にある所沢駅からは遠く離れており、当駅で路線バスに乗車するか、南隣の新秋津駅での乗り換えを要する。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。駅周辺は閑静な住宅地である。西武バス市内循環バス、ところバス出店報道を発表資料新聞記事。ありがとうございます。